吉原亜美のモテの法則。はい、皆さんこんばんは。毎週土曜日21時は吉原亜美のモテの法則。変わりたい、綺麗になりたい、結婚したい、そんなあなたが実践して聞いたらチャンスがやってくる番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。早いものでハロウィンの時期となってきましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。吉原はですね、8月の27日か、月末に、ミセスツーリズムジャパン2018ということでミセスのコンテストに出場させていただきました。そして9月入った放送でですね、なんでコンテストに出たんやというところをお伝えしたりしてきたんですけれども、ちょっとね、これリスナーさんでもないんだけど、喋れへんのっていうことをね、ちょっと言わはった人がいててね。まあ、その言ったらミセスツーリズムジャパン2018に出場する理由までは聞いたと。だからその大事なのはやっぱりその後のあり方だったりとか進化だったりっていうとこと違うんかなっていう話をある方としてたんですね。でそれはね、やっぱり私もすごく思うことで、コンテスト出ました、なんか綺麗になりました、やったっていう話ではないんですよね。でやっぱりこれはね、コンテストに出た方が多分どなたも感じられることをなんじゃないかなっていうふうに思ったりしてるんですが、そのあたりをね、つらつらと今日も喋っていこうかなというふうに思っておりますので、まあ飽きずに聞いていただけるといいかなと思います。で、そもそもその8月27のミセスツーリズムジャパン2018というものに、まあなんで出場したかっていうのを私を知らない人が今日聞いてくださってたらね、ちょっとお伝えしときたかったんですが、たまたまです。理由はね、私は別にその世界に行ってどうのこうのとか、なんや、貧困の国の方にね、その学校を建てたいんですとか、そういうご大層な夢は一切ありな、あれ、もうほんとないのよ。申し訳ないけど。で、ないんだけど、なんかそのうちのアカデミーの代表がね、出ませんかっていうことで電話をかけてきた時に、人からのオファーは何でも受け取ろうっていうふうに思ってるんです。何でもっていうのは基本的にね、自分の心がワクワクするっていうものを限定で受け取ろうっていうふうに決めているので、まあなんかコンテストって聞いたこの5文字にちょっと心がねウキッてしてしまった。これしてへんかったら断ってたんです。ただちょっとウキャッてしてしまったから、ほんなら出とくぐらいの感覚。だからね、コンテストなんやもあんまり知らなくて、とりあえず水着あったらまずいですっていうね。いやもう見たないやん。45の体とかさ。やっぱ20歳そこそこのプリッとしてるね、水着を見るからかっこええな思うけど、まあ、正直、どんな期待出ても40超えてきたらね、タルタルやわ。私含めね。もうしゃあないよね、これはね。はい。なので、まあ、水着だけなかったらいいなっていうあたりやったんです。あったらどんだけもう布の枚数が必要やったかね。で、まあ、あるよって言われたのは、なんだっけ、カジュアルウォーキングと、それからドレスウォーキングと、スピーチということだったので、まあ、いけるんじゃないかっていうことで、チャレンジしてまいりました。ただ、事務局の方とお話ししていると、英語のスピーチありますせっていうことを言われたんですよね。私ね、本当に英語は音にしか聞こえない。音をどうするかっていうところで、左の側頭部がね、みるみる間に毛が抜けていて、だいぶ生えてきて。わかる？わかる？ちょっとなんかハゲがいなくなったでしょ？ほんまね、左の側頭部がおか
しいんちゃうかいうぐらい抜けてん、こっそりびっくりしたもん、あれは。で、まあもう今はね、ちょっとちょろちょろ短いのも生えてきてはくれてるんですけれども、やっぱりね、そんな感じで、まあコンテさん本当にね、私の人生にないぐらい自分に時間とお金をかけてやってきました。で、2ヶ月間かな、ビューティーキャンプっていうのを受けさせていただいて、東京も通ったし、こっちでね、レッスン受けさせていただいたりって、本当にいろんなことをさせていただいたんですね。で、まあ大会行きました。で、私の、最も大きな最大の目的というのが、コンテストに向かっていってる最中、もしくはコンテスト当日に一人の人の心を動かすっていうことが目的だったので、ほんとね、タイトルとかどうでもよかった。で、まあもうね、なんかミセスのなんとかをの何、ファイナリストですとか、なんか優勝しましたとか日本代表ですとかっていう感覚じゃなかったね、私の中には。で、どっちかっていうと、そのプロとして舞台に立たせていただくっていうことをすごい意識していたので、やっぱお金を払ってね、見に来てくださる観客の方がいて、その人たちが来た時に、うわしょうもねーって、今日東京弁ってこんなん、関西弁やったらしょうもなーって言うんかな、東京弁やったらつまんないとか、そんなんね、つまんないって言わせるわけにはいかないんですよ。で、やっぱり来てよかったとか、なんか一つでもいいから、あの人のウォーキング見て私もしたくなったなとか、あの MC さんのね、あの砂山さつきさんという本当に素敵な方が MC をしてくださったんですが、そのさつきさんの MC を聞いて、私も MC 目指したいとかね、なんでもいいのよ、どこに響いてくれようが。もうそれこそさ、音声さんの動いてる姿を見て、私やっぱり音声の仕事諦めたくないなとかさ、人ってどこに反応するかわかんないじゃないですか。なので、やっぱりその、なんだろうね、反応する場所をこうちゃんと反応しきってもらえるような人にが一人でもいたらいいなっていうふうに思ってたの。なので、なんだろうな、まあ、ほんと舞台裏でもそうだったんですけど、同じコンテストの出場者にね、頑張れとか、緊張してんでとか、そんな話をずっとしてたり、まあ、もちろん私もね、緊張しましたわ。私緊張っていう言葉を持ってたんだって、45年生きてきて初めて知った。基本的に心臓から鉄の毛が生えてるような状態なので、まあ、どこに行っても緊張しない方なんだけれども、あの時だけはね、多分心地いいプレッシャーがあったんでしょうね。そのプロとしてっていうのは、アカデミー、まあ一応ほら先生してるから、アカデミーっていうのを後ろに背負ってたし、その関西っていうのももしかしたら背負ってたかもしれないし、私にたくさんこう協力をしてくださったね、人たちも背負ってたんですよね。そして何より吉原亜美という人間をね、背負って東京の方に行ってたので、そうやってプロとして立った時に、これ楽しませれなかったら終わってるよなみたいな感じだったの。だから本当にね、あのカジュアルウォーキングはしてもいいのかどうかも分かんないけど、会場に拍手を求め、手を挙げて拍手しろともうね、審査員が、ああ、みたいな顔してたけど、それでもね、私はそれで良かったんです。やっぱ楽しかったしね。で、まあまあ、なんやかんやこうやって、タイトル自体は本当に、行くべきところに行きました。タイトルをもらった方がいい人、タイトルが、もうすっごい似合うこのタイトルっていう人のところにね、カクカク行ってくれたので、良かったなと思ってるんですが、さて、その後のですね、吉原といえば、どうなってますのっていうところなんですけど、まあ、Facebook とか見ていただいてる方はね、お気づきの人ばかりだと思うんですが、ダイエット続けてます。いや、ほんとね、今日たまたま、ローストビーフ丼、ご飯、4分の3残しぐらいのランチをいただいたんです。で、まあ、その時にね、喋ってた時に、BMI 数字が私の身長だと、まあ、19かなって言われた。19ってまあまあ細い、わかんないでしょ、どんなもんか、どんなもんですかって言ったら、あの人ぐらいみたいな感覚ね、あんな細いんや私みたいな、
無理や、これ絶対無理やって思ったけど、まあまあちょっと頑張ってみようかなっていうところで、今年いっぱいをね目指して、BMI19 に持っていこうかなというふうに新たな目標ができております。そして一番ね自分の中で変わったなって思うのが、利益とか目先のなんちゅうのお金とかさ、人の人脈とか、なんかそういうなんかもうドロドロしたところを取りたくて近づいてくる人とか、あとそうだな、なんか相手さんが喋ってて、喋ってる内容に対してうっすーって思うね。そのうっすーって思うのってやっぱりね、ほんまに細胞から本気で頑張るっていうことを体験した方はみんな分かってはると思う。ただ体験して分かってはんねんけど、わざわざ音波に、音声で、何これ電波に乗せて言うことちゃうからぐっと皆さん大人やしね、あこの人のお言葉薄いわって内心思いながらスルーしてはるんやと思うんですけど、吉原はね薄って言いますでやっぱりね、その薄って思うことを思ってますよ私っていうのを発信したいね。なんでかっていうとね、やっぱり言葉ってね、言霊ってすごく影響するんですよね。なので例えばね、うわーありがとうって伝わらんやんいやなんか例えば私がプレゼントをもらいました、そこでうわーありがとうって言ったらね、演劇してる人みたいやん。でほんまに嬉しいんかどうかが分かんないのよね。で私はやっぱりね、そこでぐっと言葉を飲み込む人も好き。ありがとうが言えなくってでも目はキラキラしてるみたいなね、とかなんかもう恥ずかしさで顔が赤になってしもて何にも言われへんねんけど、ちっちゃい声でありがとうめっちゃ嬉しいって言えたりとかさ、なんかそういう言葉の方がほんまもんやと思ってるんです。なんかね、いたはるやん、いやーこれめっちゃ綺麗とか、わネイル綺麗ですよねとか、ほんまに思とんかいっていつも思うねんなのでその言葉のね薄さと、まあエセさって言った方がいいかな、いい人を気取るエセ感とかね、そういうのをねなんか見分けれるようになったし、あんまりね分からへんかって、どっちかっていうと。でもうみんながええ人に見えてて、割合騙されたりとかね、ようあったんよ。なんだけど、なんかそういうのがちゃんとね、見分けれるようになってきたので、ねえろ、ああ、この人私に商品売ろうとしてるなとかさ、ああ、なんか薄いな、この言葉とか、やってはること自体が薄いなとか、っていうのを、すごい思うようになったんです。ただそれはあくまで私の解釈なので、本人に聞いてちゃんと話をしたらめちゃめちゃ本気かもしれん。そこは分からへんからね、薄いなって思って別にわざわざその人にあなたの行動薄いですねとは言わないけど、なんかこうボランティアとか、あれなんていうの、チャリティーとかでなんかねやっとけば手がいいだろうみたいなとか、まあ、それこそ本当にお付き合いでねボランティア行ってますとかバレてんねん。その SNS にね、今日は何々のボランティアに行ってきましたみたいなしてはるけど、もう顔がさボランティア用の顔してへんもん。どっちか言ったらなんか SNS で写真撮って、綺麗にね写真を撮って、なんか私行ってきてるんです、すごいでしょ的な写真の顔になってはるもん。ほんまにねボランティアやってはる人からしたら、いやいやちゃうやんみたいな、広告やんみたいに思うっていうボランティアの方の話も聞いたことがあるんです。やっぱりいろんな有名な方がねそういうのに携わってくださることで、すごくなんかなんていうんかな、すごくこう有名に、ね、なったり話題になったりってしていくかもしれない。ただやるんやったら本気でやってほしいっていうわがままを持ってます僕はって言ってましたただね、なんかそういうね薄さ、人生の薄さみたいなさ、もうね
やめへんって思うねんな。まあ好きに、私の人生じゃないからな、ほんま好きにやらはったらいいんだけれども、どっちかっていうと、なんかほんまにそれを思ってはんねやったら、なんかもっと一生懸命細胞からなんかやってみはったらどうだろうっていうふうに思ったりすることが増えました。でそれはやっぱり私が体験したことが多い、その一般でね、普通に私普段エステしてるやんか、その時に体験しなかったようなことを短期間でこう集中して本当体験させていただいたので、それから進化した私のステージだったと思うんですね。で、まあそれ以外にですね、私の怒ってることっていうのがちょいちょい出てきてるので、またちょっと後半にねお伝えしていこうかなというふうに思いますので、またお付き合いください。夢の種。はい、後半もですね、ミセスツーリズムジャパン2018のおのおおにエントリーさせていただいて、2位やったわエントリーさせていただいて、その後の私の進化っていうところをね、自分でリポートしてみたりしてるんですが、あのね、やっぱりね、それをやってから、まあ、さっきね、その人の言葉の薄さだったりとか、利益、目先の利益しか興味ないんちゃうのみたいなところをね、すごく感じるようになってしまったっていう話をしてたと思うんですけれども、それ以外の部分でいくとね、あのね、私の体験したことをで、ほんまね、奇跡やねんね。いろんな意味で奇跡があって、奇跡の集合体を体験してきてて、そしてそれをもとに、コンテスタントに指導したいというふうに思いました。で、まあ、もともとね、ミスユニバースとかの指導っていうのはさせていただいてたんですけれども、その、ちょうどね、10月の7日に、京都コレクション、ミス京都2018を、選出する、京都コレクションというのがね、初開催されるんですが、もうね、これ、放送の時点ではチケットないと思います。もしかしたら残ってるかもしれないので、まあ、どうしても行きたいという方は、京都コレクションで調べていただいて、事務局かどこかに連絡していただけるといいと思いますが、昨日の時点、収録が9月なのでね、昨日の時点でもう満席ですって言ってました。もしかしたら残ってるかもしれないっていうところにかけてみてください。で、まあ、その京都コレクションのね、スピーチレッスンというのを担当させていただいてるんですけれども、その子たちに私は一体何を教えれるんだろうっていうのをすごく考えさせられたんです。で、やっぱりね、スピーチってね、さっき言ってた言葉と同じで、ほんまの言葉じゃないと人に伝わらないんです。一応ね、スキルとして、悲しい時は悲しい風、楽しい時には楽しいように、そして、例えばディズニーランドとかね、ユニバのキャストさん、キャストはお客さんか、スタッフさんのように、ものすごく激しく大げさにオーバーにして、舞台の上でちょうど普通っていうのは確かにある。なので、さっきの、うわーありがとうっていうやつが、もっと黒くないと舞台では通用しないっていうのもあるんです。あんねんけど、これマイクやからね、控えめにしとかなね。向こうの人が、アイさんどないしはったんってなんねんけど。あのね、そういうスキル的なところはあるんだけれども、やっぱり私はね、まあ、ミス京都なんで若いんですよね、皆さん。で、若さの中にいろんな経験もしてこられてて、いろんな考え方を持って世界へ羽ばたこうとしている方たちなので、なんかね、スキルよりも言葉のエネルギーで喋れたらいいんちゃうかなっていうふうに思ったんです。だから一応ね、その指導の中にね、ここはこういうふうに喋った方がええんちゃうか、こういうふうに喜びを表現した方がいいんじゃないですかっていうことは提案はしますけれども、
その子がやっぱり喋ってる内容を聞いてて、わ、めっちゃ嘘言ってるとか、ああこの人多分ほんまに京都が好きなんやろなとかっていうのが伝わんでっていう話をしてたんです。で、そういうそのほんまもんの言葉で人と喋るっていうところを、これからのコンテストに参加される方にもお伝えしていきたいなというふうに思ってますし、なんやろな、なんかね、いろんなところからね、なんかオファーっていうのをいただく。で、まあ、心震えたオファーが一個あって他震えんかったんかいっていうねサンクチュアリー出版って言ってね、東京に 本屋さん出版会社があるんですけれども、そこでね、講座しませんか言ってくださってね、だこれええわって思った理由が、東京に行く口実ができるやん。そしたらそのコンテストでさ、教えてくれた先生たちはみんな東京住んではんねんね。で、やっぱり同じコンテストに出たあの仲間たちっていうのもみんな東京なんよ。で、なんか理由がないとちょっと行きにくいやん。だから、あのお引き受けいたします言うてさせていただくことになったんだけど、昼からガツンと開けてね、あのみんなでお茶したいなとか思ったり。で、あの東京のねスタジオにね、あの夢の種のスタジオに、ひなちゃんっていう女の子がいるんですけど、ひなちゃんがねこの間連絡くれてね、あみさん東京で喋りいいやみたいな、うちの番組出てくださいとか言うてくださって、11月の18やったら奇跡的に行くわ、ほな日調整します言ってくださったんで、もしかしたら、12月の放送ぐらいで、東京の河野ひなちゃんかな、川野ひなちゃんかな、私ひなでしか覚えてないから名字分からへんねんけど、ごめんねひなちゃん、東京のひなちゃん、多分ひなって検索したら出てくると思うね。で、あのその方の番組もね、また聞いていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っております。で、あのやっぱりね、私の中にね、教えたいモードがすごい強くなってて、今日ちょうどたまたま京都コレクションの2回目のスピーチレッスンを、今日は9月の22日、23日に行ってきて、23の収録になってるんですけどね、そのね、コレクションの時のスピーチレッスンでね、うちのアカデミーの代表が言ったのが、どないやっていうどないやみたいな感じで寄ってきはって、で、まあまあですわみたいなやり取りをして、だけどポロッと出たのが、いやもうそのね、コンテストの出る人の成長っぷりに感動しますって言ってて、私すごくない？いやこれほんまにね思ったんよ。あの例えばさ、9時にレッスンスタートして10時半に終わる時点では成長してはんねん。やっぱりギュッて集中して言ったことを全部やろうとしてくれて、一生懸命やってくれはんねん。で、それやから90分経ったらなんか声出るようになってはるやんとか、あのさっきかきくけこうが言えんかったのに言えてるやんとかね、なんかちっちゃい声やったのに大きい声で喋れるようになったりとか、なんかそういうね成長を見るとね、お母さんみたいよう頑張ってるわうちの娘みたいな気持ちになってきてるんですよねって言ってたら、ほんま講師向いてんなみたいな話になってたんですけどね。まあそういった感じのことも含めね、本当に私はそのコンテストに出た後からですね、すごく思ってるのは、ほんまもの人たちとだけ関わっときたいなっていうふうに思うのが強くなったんです。なので、なんやろな、私の周りにはもうほとんどエセっていう形の方がいないです。で、それは多分ね、私も相手にしなくなったし、なんか寄ってきはっても、まあよそへどうぞみたいな感じやね。すいませんちょっと予定が立て込んでてって言うてるのは、大体私がいや嘘くさとか思ってる人やからね、聞いてたごめんね。いや、もし聞いてはったらね、嘘くさって思われてんねんでっていう風に受け取ってください。で、あなたが思ってることをもう一回見直ししていただいて、ほんまに私にとってその時にね、ええ話をしようと思ってたかなって考えてください。多分あなたにとってええ話をしようとしてたはずなんです。最終的に利益になるようにね。もちろん利益ってね、その仕事やから利益を出さないと仕事とは言わないです。1円でも黒字にしていかないといけない。なんだけれども、私は気持ちを稼ぎたい、ね、
なんかね、やっぱりよくお伝えする2000年から1999年の2の時代に関しては、やっぱりみんなでっていうとこやね。あなたが稼ぐことは自由なんだけど、私は私と私の仲間、その仲間の仲間たちみんなで楽しく一つのものを作り上げていって、それが気づけばお金になってた、気づけば温泉旅行に行けて、また温泉もめっちゃ楽しいやんってできるようなサイクルを作っていきたいんです。で、まあ今実際ね、そんな風にはなっていってるんですけれども、やっぱりね、まだ時々自分の利益だけをねすごい見てはる人とかもいらっしゃるので、まあ、そろそろちょっと直していかないとね。何度も言ってますけど、2020年の春分の日、20か21かのあたりですよね、のそのあたりにほんまパッツーンと分かれるから、だから絶対ね、私が関わってる人で私が好きな人たちはもうぜひ吉原とね一緒の光の世界に行ってほしいなっていうふうに思ってるし、まあどうでもいい人はどうでもええし、好きなとこ行かはったらっていうふうに思ってます、私は。ただやっぱりね、私が関わってる人で好きな人と違う世界に行っちゃうと、もう二度と関わることがなくなるので、まあ、できたらずっと一緒に降りたいなっていうふうに思っているので、これを聞いてた方で、それアムさん私に言うてんのって感じてくれた人は、ぜひこの私の告白を受け取ってください。そして、まあ、過去ずっとねブログでも書いてきてますので、多分ね、でもね、私がね言うて、あ、それ私に言うてくれてんのっていうふうに思った人はみんな洋の人やから、みんな同じ世界に行きます、安心してね。ね、何言ってはんのこの人っていうふうに思った人は、あなたは陰の人です。なので、2020年でさようならっていう話になってくるので、まあ、それはそれで別にいい悪いじゃないんです。陰の世界は陰の世界で楽しいから、ぜひそちらを楽しんできてくださいっていう感じです。で、まあまあそんな感じでね、私の本当にコンテスト以降の人生というのは人のサポートに回る、ただしみんなで楽しんでみんなで作り上げていくっていう風なやつに変わっていって、より変わったっていう感じかな、になっていっております。そして来週ですね、10月の13日なんですけれども、そのコンテストの時に私のページェントメイク、いったコンテストに出るための舞台に立つためのメイクと髪の毛の巻き方とかさ、セットの仕方とかっていうのを教えてくれる先生がね、たまたま宿川やって、私痛みやね、めっちゃ近いやん、行きます言うて、いやほんまやったら東京まで行かないといけなかったんですけど、東京はね1回だけかなレッスン受けさせていただいて、もうその後ほんま日がなくってね、会わせられへんかって、でもあかんわ思ってたら宿川にいらしてね、教えてくださるということだったのでお願いしたの。そっから私髪の毛巻けるようになったり、アイシャドウとかちゃんとつけれるようになったりってして、まあもう本当になんかね、大きい太陽じゃなくってちっちゃめの太陽で、でもめちゃめちゃ暑苦しいみたいなそんな感じの、本当ね、かわいいかわいい壁ともみ先生というね方をお呼びして、まあ、メイクのあれこれだったりとか、まあ、最後にねちょっと聞き出したいのが、モテるためのポイントメイクって何ですかっていうのをちょっと聞き出そうかなというふうには思っておりますので、まあ、そのあたりも踏まえてお楽しみになさっていただけたらいいんじゃないかなと思います。そして3週目4週目に関しては、モテるということと開運は同じだよっていつもお伝えしてると思うので、そのあたりも言っていきたいけど、内容ねまだ考えてないからちょっと告知できへんかったで、最終週は、11月12月冬ですね、秋過ぎから冬にかけての美肌のポイントをお伝えしていこうと思いますので、また10月もお付き合いください。ありがとうございました。